はい、今日はポルチーニキノコの、パスタ作ります。材料はこちらです。ポルチーニキノコ乾燥のやつをお湯で戻してほぼ1日経ってます。ただこれが自家製のパンチェッタですね。で、あとエリンギとほうれん草、チュリッと。まあこれブロックだと5、600円しちゃうと思うんですよ、買うと。でも自分の家で作るとものすごい安く作れますので、とっても便利に使わせてもらってます。このパンチェッタはね、ちょっと細切りで切るとおしゃれ感があるんですよね。高級レストランなんかだとかなり細く切って、こんがりとやってますね。ニンニクですね。ここで一回こう叩くんですよ。これね。そうするとペリッと皮がめくれると。で、まあ中の芯をね取った方がいいとかってそういう人もいますけど、僕はあんまり気にしないです。これを刻んで。で、このニンニクにですね、オリーブオイル。一応エクストラバージンですね。本当はピュアオイルっていう精製オイルでも大丈夫です。最初ね、強火でちょっと、で、ふつふつしてきたら、弱火にして焦げないように作るんですよね。まあ、大体こんな感じになってくると、弱火にしてあげてください。で、焦げないようにしなきゃいけないんで、焦げちゃうと絶対台無しになっちゃうんだよね。で、ポルチーニキノコは乾燥したのを戻すと結構ふにゃふにゃになってます。まあ、ポルチーニは結構柔らかいキノコなんで、そんなにシコシコしてないんですよ。だからまあちょっと物足んないなと思う人もいるので、それに備えて、エリンギね。エリンギを買うと。で、そのキノコの食感を出すって、そういう戦略ですね。で、豚の脂がすごく美味しいので、豚肉から出る脂が美味しいです。ちょっと強火にして。で、ここに、キノコも入れちゃう。肉が通るようにしばらく工程したいね。ポルチーニキノコはまあこの出汁が一番美味しいんですよ。本当は身はもう本当はカスになってるんで大したことないですよね。でも一応こうやってですね、身も食べます。で、気をつけなきゃいけないのはポルチーニは結構砂を含んでる場合が多いですね、乾燥のものも。なので、その、砂が入ると、ジャリッとした食感になっちゃうんで、あんまりよろしくない。なんで、一番底の、に溜まってる砂がありますから、それは入れないように気をつけましょう。まあ、結構、パンチェッタにしっかり火が通るように、強火でずっと炒めます。今、強火。はい、バター入れます。で、このぐらいのお湯ね、これ片手鍋なんですけど、ちょっと深めの片手鍋に、お塩大体このぐらい入れます。1.5% ぐらいですね。パスタは今日は、ちょっと豪華に、パスタマンチーニを使います。美味しいパスタですね。で、パスタの入れ方です。ねじる。置く。ちょっと失敗したから。まあいいや。標準で時間が9分から10分なんで、このパスタはすごいシコシコしてるので、あんまりだれませんけども、一度固めに揚げて、ソースと混ぜ合わせるっていうのがまあ基本です。白ワイン入れちゃいます。
こうやって。そしてアルコールも飛ばすイメージですね。じゃあここにね、これはさっきのポルチーニの芯なんですけど、そこを入れるんですけど、最後ほら、ちょっとこう残ってますよね。これ。これをこうして。海の石です。ただ、四色胡椒。これをこうかけます。粗挽き。で、まあ、しばらく煮詰めるわけです。パスタとほうれん草をカットしていきます。ほうれん草はもうすぐ火通るんで、まあ、最後パスタにちょっと混ぜて一緒にあるぐらいかな。だいぶいい感じですね。もうちょいちょろーんとした感じが欲しいですね。茹で上がりまであと1分なので、ここでほうれん草を入れちゃいます。はい、こんな感じですね。でもソースはもう出来上がっちゃってるんで、あと混ぜるだけかも。パスタ、あれ時間になりました。よいしょ。で、これ一回こう全部、これも入っちゃうんですね。で、さっきの鍋に入れます。で、混ぜに入ります。これ、ソースをね、吸わせる感じなんですよ。だいたい1分ぐらい混ぜてれば OK。 でも火があんまり強くしちゃいけないんで、弱火ぐらいで、まあこのぐらいからはもう火止めてもいいぐらいですね。ぐるぐる混ぜる。ここに油、よし、こんなもんかな。はい、ここでね、国産レモンちょっとこうかけちゃいます。これ食欲アップですね。ピンセットみたいなのがあるとそれが一番やりやすいんですけど、こうやってこう巻いていくわけですよね。で、これをこのまま持ってきて、こう落とす。イタリアンパセリ、さっき刻みました。まあ、これはイタリアンじゃない、普通のパセリ刻みました。をかけます。さっき絞ったレモンの皮をね、皮をかける。国産レモンなので、国産のレモンはこれが使えるんです。こうやって、はい、これで完成です。はい、じゃあ今作ったポルチーニの、ポルチーニとエリンギとほうれん草のパスタいただきます。これはこうやって酸味を効かせるパスタにしたんですけど、最後は本当はね、生クリームでまとめるんですよ。まあ、それがよくあるパターンで、ちょっとそれいつもつまんないんで、たまにはこれもね、こういうオイル仕立てのね、ポルチーニパスタもうまいですよ。いただきまーす。いいね。ポルチーニの香りは独特なんですね。イタリアの松茸っていうか高級食材ですね。このぐらい大きくなんですよね。傘だけですよ。そういうのがボーンとお店の前に飾られてたりします、誇らしげにね。で、そいつを薄切りにして網焼きにしたりとかして食べるんですけど、まあ、こういうパスタに使うのもとってもありです。もうパセリもね、いい仕事してるし、レモンの皮振りかけたのですよ。ちょっと酸味があった方がやっぱ美味しいです、これ、うん、とっても美味しい、うん、おすすめです。パンチェッタの作り方とかも他の動画でやってますので、よかったら見てください。もしよかったら高評価とチャンネル評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた、チャオチャオ、チャオ。